無名都市。アブドゥル・アル・ハザードが原始して見つけた遥か昔の都市。イラク、クウェート付近にある砂漠の中に存在する。都市の天井は非常に低く、這って歩くワニのような人類が住んでいた。セラエノに売悪兵に乗って魂を旅立たせる際に、肉体を保管する場所でもある。この都市ではかつてクトゥルフを崇拝していたが、現在では住人は存在せずハスターの領域になっている。なお、無名都市には住人のミイラや宝が隠されている。古代人は、この地を、虚空、を意味する、ロバ、エル、カリーエ、の名で呼んでいたという。また、ダマスクスの路上で見えない怪物に貪り食われたと伝えられるアブドゥル・アル・ハザードは、実はこの地に連れ去られ、拷問の末に死亡したという説もあり、ラバン・シュリューズベリー教授はここでアル・ハザードの霊と遭遇したと言われている。